映ってた？大丈夫？いくよ。はい、いずれの王の時にか、誰が天皇の時だったかなという意味の言葉でございます。いずれの王の時にか、ここで覚えておいてほしいのはこのにかの使い方です。かは疑問を表します。その上にあるにというのは助動詞です。こいつは断定の助動詞。覚えてほしいことは、にかとかにやの形になった時のには必ず断定だぞということです。OK、続けていくよ。女房行為、丸でもつけとこうか。あまた、たくさん、さぶらいたまいける。いいね。さぶらうというのはここでは本動詞。お使えするだ。OK。女房行為は誰にお使いしていたか。当然、天皇ですよね。はい。そして、このさぶらうというのは、謙譲語です。たまうは尊敬語。ここでは補助動詞的に使われています。OK。ということは、このさぶらうというのは一体誰から誰への敬意なのかっていうのは分かっていただけるでしょうね。はい、こんな感じになるわけです。いくよ。 A は謙譲語、そして本動詞的用法で筆者から天皇 B への敬意というふうになります。2番、失礼、 B はね、尊敬語でした。たまうは尊敬語、そして補助動詞的用法、これは筆者から女房行為、ね、女、行為というふうに書いてますけども、女房行為への敬意を表しているわけですね。続けていくよ。あまた侍蹴る。蹴るは過去の助動詞です。こんなの書く、まあ、書く必要あんのかな。まあ、過去って書いておくね。中に、意図やんごとなき際にはあらぬな。これ文法的に大事なことがあります。意図というのは、とてもという意味の副詞です。その副詞の下に、にはがあって、このぬ。あの音にくっついているぬっていうのは、打ち消しになります。副詞、打ち消し、あとにはがあったら最高ですけども、そうすると、この副詞の意味は、とてもではなくなるわけなんですね。意味とすると、それほどというような意味になるんでしょうか。やんごとなきっていうのは好機である。はい、際は身分。それほど好機である身分ではないという感じですね。そしてこのがも非常にくせ者です。このがは同格のが、同格ののって聞いたことありますけども、同格のがっていうのも存在するんですね。このがは訳すときには、でとしておくといいですね。つまり、それほど高貴ではない身分の人で、優れてときめく。このときめくってときめきメモリアルじゃありませんよ。そういう萌え系ではありません。これは、寵愛を受ける。天皇から愛されるという意味です。寵愛を受ける。寵愛を受けていらっしゃる人がいました。けりは過去ですね。さあ、この多忙について考えていますが、はい、先ほど僕は皆さんに説明したのでわかると思います。この意図やんごとなき際にはあらぬがから始まっているのは、そう、切り壺の行為 A の説明だったんです。つまり A が天皇からすんごく愛されてましたよっていうことが書かれているわけですから、はい、C はどうなるかっていうと、尊敬語、そしてときめくという言葉がありましたので、はい、動詞ですから、その下にある多忙は補助動詞、筆者から A、 切り壺の行為への敬意というふうになるわけですね。続けていくよ。はじめより我は、これ重要だね。我はの下に省略されている言葉は何なんだろうか。我はこういうことです。帝に愛されるだろうと思い上がりたまえる御方々。
この御方々っていうのは誰のことあたりを指しているかっていうと、もう一度さっきのヒエラルキーを見てみると、この女房を指していると考えられます。 OK、 御方々。さあ、大事な文法はこのるです。このるね、見てほしいのは上にえの音で終わってる用言、御方々は名詞。こういう形になっている時のるは受け身可能自発尊敬ではなく官僚の助動詞りだったんです、もともとは。 OK、 このるとかよく聞かれそうな気がするからね、覚えといてね。じゃあこの D も片付けておくと、 D は、はい、尊敬ですね。尊敬の、補助動詞。いいね。なんで補助動詞かわかるね。思い上がるという動詞があるからだよ。思い上がるという動詞があるからだよ。補助動詞、筆者から御方々への敬意というふうになるわけですね。OK、大丈夫？続けていくよ。思い上がれる御方々、目覚ましきもの。目覚ましっていうのは、気に食わないという意味合いがあります。気に食わない。誰のことを気に食わないと御方々は思ってたか、もちろんわかりますよね。はい。A のことを気に食わないと思っていたんですよ。大丈夫ですね。先ほどの階級社会を見ていただければわかると思います。切り壺の行為はあくまでもここなんですよ。OK。にもかかわらず天皇とイチャこいてるわけですよね。それを女房たちは、かぁ、あの野郎なんていうふうにきっと思っていたんでしょう。OK。目覚ましき者に貶め、そねみたも。ね。まあだから、いじめられたんですね。A がいじめられたんです。A をいじめましたというような表現なわけですね。このたもは、いじめた人、御方々になるわけです。もうちょっと読んでおくと、同じほど、同じ、何と同じ、A と身分が同じ。ほどは身分と取りましょう。それより、下老の行為、それよりは A より、下老の行為たちは、まして安からず。安からずは安心できない。ましてというのは意味を強める、まあ類化とかって言われますけども、なんで、そういう気持ちになったのか、ちょっとこっちの方に書いておくよ。基本的に天皇とベッドインできるのは女房、寵愛を受けるべきは女房なんですが、行為である、切り壺の行為、ね、A です。行為である A がなんか愛されてる。天皇に愛されてる。ね、行為からなんか天皇の寵愛を受けるなんていうのは非常に珍しいわけですね。だから残りの行為たちは、あ、もう私たちにチャンスはないんだわ。このましてが意味するのは、もう私たちに天皇に愛されるチャンスってないんだろうなという、そういうような諦めの表現がこのましてという言葉に、込められているんですね。 OK。 朝夕の宮遣いにつけても、あ、その前にこのいいやっとこっか、ごめんね、いいやっとくよ。いいは、はい、もちろん尊敬語です。そしてそねむという動詞の下にあるので、補助動詞、筆者から御方々ね、いじめたのは御方々ですからね、御方々への敬意となるわけです。続けていくよ、大丈夫？朝夕の宮遣いにつけても、これは A の様子です。人の心のみを動かし、恨みを負うつもりにありけむ。積もるというのはこの積もるですね。つまりその周りからの恨みを積もっちゃったのかな、恨みが積もっちゃったのかなっつってるわけです。さっきもやりましたね、ニアのや、こいつは疑問。そしてこの2の意味何でしたっけ？はい、断定でしたよね。ニアニカは断定です。ニがね、覚えとくんだよ。ありケム、ケムは過去推量、
だから一体全体訳すとね、あーなんか周りからの恨みが積もり積もっちゃったのかな、そんな感じです。糸は熱くなりゆき、これも A の様子です。 A が糸、糸はとても、熱しくは病気がちになる、病気がちなにしときましょうか。病気がちになっていき、物心細げに里がちなる。この言葉を覚えておいてね。病気になってしまった女房たち、女房行為というのは自分の実家に下がるんですね。ああ、理由は簡単です。天皇に病気を移したら大変ですから。はい。ですので、お前引っ込んでろっつってね、実家に帰るわけです。それすら天皇は嫌だって思ったんでしょうね。はい。を、いよいよ開かず。これは B の気持ちですよ。いよいよ開かず。開かずは満足しない。哀れなる。ここでは、かわいいとか、愛しいぐらいにしときましょう。愛しいものにお坊して、お坊すというのは、尊敬語でございます、結構身分の高い人が使う言葉ですね。大思いになるです。はい、一応確認しておくと、この F は尊敬語、はい、上にはにしかありませんので本動詞、そして筆者から、B 天皇への敬意というふうになるわけですね。はい、いやー、あいつとは離れたくないよ。そんな感じですかね。はい、そう思いになって、人のそしり、そしりは批判。人の批判をも、ええはばからせたまわず。ええー、図は覚えときなよ。ええー、図、図は打ち消しね。はい、ええー、図で不可能。はい、はばかるという言葉は、遠慮するという意味。つまり遠慮することはできないね。天皇さんちょっとあんたやりすぎなんじゃないかなっていう風な、他人からのね、指摘をも遠慮することはできないっつってるわけですね。それだけ桐壺の行為 A のことを愛してたんですね。